はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しの後藤です。今回はですね、このようなスタイルのパーマをかけていきたいと思うんですが、長さから見てそんなに切るところがないかなという感じがありますので、以前もね、プレルツイストっていう名前でやったツイストパーマがあると思うんですけども、これも同じような感じでちょっとかけていこうかなと思います。その時々でモデルさんの髪質、骨格などちょっと違いますので、その対応っていう形でちょっと見ていただければいいかなと思います。結構膨れちゃいそうなんですよね。で、今これそぎ分かりますかね。毛先が結構スカスカで根元に毛量溜まっちゃってる状態で、今回のスタイル、これもっと吸いちゃうと毛先がなくなっちゃうので、ちょっと裏技を使ってやってですね、全体の毛量調節をまずしっかりして、骨格、毛量調節しながらの骨格の矯正をしながらですね、カットでので、そういうのしながら、ちょっとシルエットをある程度作ってからやった方がいいかなと。このままかけちゃうと多分すごい鉢が張ってしまうかなという感覚があるんで、今現状の、入ってるそぎっていう部分でこの毛先の量を変えずにちょっと、変化させたいなと思います。じゃあバームオイルをつけて、普段通りカットしていくんですけど、はい、ちょっとバームをつけます。これね、ちょっとテイクセニングも必要かなと思ってるんで、それもするのにバームをつけといた方が、いいです。結構この状態でカットしていくときに、ごめんなさいね、僕ちょっと誰にさ喋ってるか分かんないと思うんですけど、じゃここに喋りながらちょっと話しかけるかもしれない、はい、で今この状況ですけれども、モデルさんも、からも言われたんですけど、結構量があって、結構ここそぎがすごい入ってるの分かると思うんですけど、毛先がもうここからここでも2トン、ここから2トンじゃないか、2段になってる感じです。で、皆さんいつもねやってるんで、僕は何やるか大体分かると思うんですけど、見えないカットラインでひし形を作ってっていう感じにしようかなと思ってます。いいですかね、見えないカットラインですよ。なんで子供の毛と赤ちゃんの毛でひし形のラインを中にこうモヒカンラインを作ってっていうベースを作りながら、毛先の重さを変えずにカットしていくっていうような感じにしていきたいと思います。はい、そうすると毛先の量があるんで、パーマって毛先の量がなくなった時点ですごいかっこ悪いかかりになっちゃいますから、毛先って絶対ブランド感残ってた方がいいんですよね。 T4 セニングで、ぜひやってみてください。でこれで、ちょっと分かる、量ちょっと減ったの、はい、結構いい感じ減ったじゃないですか。はい、そしたらですね、今度は、容量大丈夫かな、はい、今度は、毛先ですね、もうコーム使いません。こういう場合はもうニュアンスです。状況がどう、いろんな状況があるので、そこに対応していくっていうカットだと、こういう形になるんですね。お客さんの癖があるんで、これあんまりコームで引っ張っちゃうと実際違うところに逃げちゃうんですね。コームで切ってきっちり切ったとしても、その狙った位置に行くっていうわけではないんですね。それはあくまでも人形を切る場合ですね。なんで僕は絶対やらないです。そこの価値観っていうのを変えていかないとカット変わんないですよ、本当に。ただこれは多分皆さんから見たら雑に見えるし、なんだこれって感じすると思うんですけど、そこの価値観変えないと一生変わんないと思います、本当に。でもお客さんの髪はウィッグじゃないし、そぎがすごい入ってる場合もあるし、重い場合もあるし、本当にただのワンレンだったらウィッグのようにベースカット切れるんですけど、そうとも限らないし、バラバラがいい人もいるし、ちゃんとしてない方が気に、私はいいんですっていう人もいるし、人それぞれですよね。だからきっちり切れてラインがはっきりしてる、それが正解、そんなことじゃなくて、もっとラフにこういう風に切ってた方がカットも楽しいし、あんまりなんか構えなくていいんで、実はなんかどんな人切ってもあんまり、大体できちゃうので、なんとも思わないっていうか、大丈夫だろうなみたいな感じにね、例えば髪白くしたいとかっていう場合はお断りしたりしますけど、まず下から、アルツセニングがすごい使えるんで、アルツセニングで下から刈り上げますよね。コームをこう起こしていく感じですね。女性の場合少し丸さを作るんですけど、男性の場合はここもアルツセニングで上からですね、こういう立つ毛が収まる
で、あんまりね、今日の場合はもうここもあんまりもみあげもかっちり刈り上げない、刈り上げたらきっちり綺麗にしない方がなんか彼の雰囲気に合ってそうなんで、あえてここもきっちりしないで、バックもあの無造作にちょっとしとこうかなと思ってます。まあ、こんな感じで、もうこれでもね、すでにあのこのカットだけでこの骨格調節もできて毛先の重さも出てるんで結構いい感じになってますよね。大丈夫ですか？はい、ね、ちょっとあのそれなりにで、この重さはね、全くなくなっちゃうとあのスカスカになっちゃうんで、逆に重さが毛先が出たかなっていうバランス的には、まあ、ちょっとかからなそうなんで、システアミンのキアヌの N、 システアミン、それから GMT です。まあ、アワタフの目的、まあ、根元ついてますけど、あの妊婦さんとかそういう方はあの根元つけなくできるんで、あとまあ全体をね、中和していきます。はい、今、シャンプー台でね、2台つけて上がってきた状態、最後ムササビジェルをして、しっかり酸化した状態、ムササビジェルをシャンプーボールにやってプレリンスするような感じです。はい、で、ちょっと顔のね、トリマー、最近ね、やっぱりいろいろコロナウイルスの影響で、まあ、こう肌に当たるものとか、まあ、うちはフェイスブラシも一切使わないんですけれども、これもアルコール消毒しっかりした上で使ってます。ちょっといいですか？コームとかもね、ちょっと消毒した状態で使っていってます。ちょっとメイドじゃないですか？普通で大丈夫ですよ。まあ、あとあえてこのもみあげのところはあのきっちりしないように、まあ彼の場合はしとこうかなと思います。ムササビじゃないや、ヘナジェルでいいかなと、ヘナジェルとムササビ若干使おうかなと思ってます。ムササビバームオイルですね、それをちょっと混ぜたいなと。これとこの辺を使います。はい、バーム、ちょっとウェット感出したいんで、ちょっとバームを毛先につけていきます。ウェットでバームをつけます。毛先ですね。はい、まあ、ちょっとね、ツイストマットな質感になるんで、逆の、 あのマットじゃなくてちょっとツヤの方のね、質感のものをちょっとつけます。まあ、セットはこんな感じで、はい、簡単ですね。ちょっと襟足をもう一回チェックしますね。はい、はい、まあ、こんな感じでね、できるんですけど、まあ、よりね、毛先のこの、僕は細かいんで、結構この毛先のところブランド感出していったりとか、R シーザーでちょっとやっていくと、よりこの毛先のね、多分もう縦でその毛先そがえちゃってて、毛量、あの毛の量がないんで、ちょっとぽよぽよになっちゃうんですよね。もうちょっとエッジ効いた毛先になった方が、特に顔周りの前髪の方とかちょっと切ってあげたりするだけでも結構前髪の強さが出てくるんで、特にね、やっぱレザーカットセリングで毛先の方が軽くなっちゃったのって非常にね、相性が悪いんで、そこはね、やっぱパーマってあのブランドカットが一番やっぱ相性いいんで、まあ、そぎは中間入れてますが、毛先の方はやっぱ重い方が相性がいいですね。あとこうね、ツイストして、全体にツイストして集まったところを切るっていうのでも早いです。それも早いです。こういう風にしてツイストにして毛先を切ると、そうすると横縦いっぺんにつながるんで、あ、何の用、一応まとまり感は非常に出やすいカットではあります。ツイストしてツイストして毛先を切ると、そうすることによって毛先の重さが綺麗につながって、はい、ただね、全部がつながってるわけじゃないんで、ポイントごとにバラバラでつながってるんで、まとまりすぎるってことはないですから、はい、こ
ような感じにやっていくとちょっと毛先の強さが増したかなと思います。こんな感じで、はい、はい、こんな感じで終わります。あ、はい、いいです。いい、はい、結構あったでしょ。はい、変わりました。こんな感じで、はい、いいじゃないですか。いいです大人になりました、はい、よし、大人になりましいいね。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。はい。